鶏塚古墳は大阪府羽曳野市東坂田にある古墳。形状は前方後方墳。大阪府指定史跡に指定されている。2005年に工事により存在が確認され、緊急調査により三角円新住居など様々な遺物が出土している。2005年6月、羽曳野市東坂田遺跡の一角で、聖地工事によって削られた高さ3メートルのの面に、 年度核の断面を同志教育委員会の職員が確認した。当該地は鶏塚という小技が残る場所であった。直ちに緊急の調査が、羽びきの市教育委員会によって実施され、紛糾規模を確認するための測量調査と発掘調査が行われた。また、2006年からは3年計画で紛糾確認を目的とする調査が実施されている。それにより、 墳景は前方後方墳であること、墳球町は残存部で50メートル、副現長で60メートル以上であることが判明した。断面部だけが確認されていた粘土角は東西6メートル、南北の残存部で6.5メートルの母校の中に設けられたもので木管を包み覆う構造で、深さは最大80センチを測った。木管は木片が わずかに残るだけであったが、その痕跡から、長さ2.7メートル以上、幅0.7メートル、高さ0.4メートル以上の規模に復元できる、ものであった。館内の副装品としては、直径21.5センチの三角円新住鏡一面、曲がた一、1、鉄塔1、鉄剣1が出土し、館外からは、筒形同期に、鉄塔3、鉄剣二、鉄槍三。 鉄属 135, 銅属58のほか、カゴデに、鉄製工具類、漆塗り弓1、漆塗り弓1が出土している。マナイ興奮。ありがとうございます。